私はあかり、普通の中学2年生。最近生きる意味を考えてしまう。はーい。ねえ、リン、ゲームしてて楽しい？はあ、楽しいぞ。そんなにゲームばっかりやってて飽きないの？飽きないな。そっか、没頭できることがあっていいな。なんか私、最近つまらないんだよね。なんで生きるんだろうって思うし、なんで働くんだろうとも思う。お前、バイトしかしてないだろう。まあ、そうなんだけど、なんか生きる意味あんのかなって。なんだ、死にたいのか。違うけど。まあ、人間は精神的に落ち込んだ時に、なんで生きてるんだろうとか、何の意味があるんだろうって考えるんだよ。そうなんだ。ああ、残念だが、私たちが生きてる意味なんてないぞ。この広い広い宇宙の地球という惑星の長い歴史のうち、たった80年くらいの短い時間生きているだけのちっぽけな存在だ。死んでも特に何も変わらない。じゃあ、私が生きる意味はないのか。ああ、そうだ。だが私たちには食べたり寝たりするのと同じくらい、幸せになりたいという本能があるだろう。うん。誰だって幸せになりたい。だから生きる意味より、どう幸せに生きるかが重要だ。そして幸せになるためには、好きなことをするのがいい。好きなことか。ああ、そもそも大好きな異性を抱きしめながら、なんで生きているんだろうと考える人がいるか？いないね。大好きなチーズケーキを食べながら、なんで生きているんだろうと考えるか？考えない。大好きな漫画を読みながら、なんで生きてるのかと考えるか？考えない。そうだろう。あの子供たちを見ろ。虫を見たら追いかけて全力で走って、大声で叫んで泣いて笑って、そうやって興味の赴くままに突き動かされている。他人から見たらくだらないかもしれない。だが本人は夢中だ。つまりこういうことだ。自分の好きなことに没頭していれば、なんで生きているんだろうなんていう悩みから解放されるんだ。お前は今没頭できるくらい好きなものがないから人生が辛いんだ。なるほど。お前、なんで生きるのかと言ったな。うん。好きなことをすること、それがそのまま生きる意味になる。おお。ちなみにリンが好きなことって何？ゲームと温泉とピノだな。ピノ？ああ、楽しいゲームをして疲れたら温泉に入って、温泉から出たらキンキンに冷えたピノを食べながらゲームをする。そして疲れたらまた温泉に入る。そして温泉から出たらキンキンに冷えたピノを食べながらゲームをする。無限ループだ。最高だろう。こいつ全てゲームなんだな。最近はゲーム実況もやって日銭を稼いでいるんだ。自分が好きなことをやりながら社会まで回す。まさに自給自足。永遠にこの生活を続けられるんだ。あはははは。こいつ幸せそうだな。ところで、お前が好きなものは何だ？え、私が好きなもの？ああ。あれ？私が好きなものって何なんだろう？あったはずなんだけどな。思い出せないのか？うん。まあ、そうだろうな。精神が疲れている人は、自分が好きなことを忘れていることが多い。なんでだろう？それは人の目を気にしているからだ。人の目？ああ。世の中に出ると、人の目を気にするようになるだろう。SNS とかもそうだな。この世界ではすぐにスペックや勝ち負けを重視する。そうなると人はどんどん他人の目を気にするようになっていく。自分が好きな服よりもみんなが好きな服を着て、自分が好きな曲よりもみんなが好きな曲を歌う。自分が好きなことよりもみんなが好きなことをやるようになる。他人の目線で人生が埋め尽くされると、自分の好きなことがわからなくなってくるんだ。すると生きるのが楽しくなくなってくる。例えば私はゲームが好きだが、ゲームの風当たりは強いだろう。ゲームをするとバカになるとか、ゲームは時間の無駄とか、人生の無駄遣いとか散々だ。うん。それでも自分の好きなゲームをやり続けるのは並大抵のことではない。どうだ、自分が好きなことをやり続ける私はすごいんだ。なぜそうなった？大事なのは人の目を気にせずに自分の好きなことをやることだ。なるほど。まずは好きなことをこの紙に書いていくといいぞ。大きな夢でもいいし、些細なことでも構わない。あの世界遺産に行きたいとか、あの芸能人に会いたいとか、行列ができるラーメンを食べたい、バイクでツーリングしたい、可愛い女の子と付き合いたい、なんだっていい。まずは目の前に思い浮かべたことを紙にどんどん書き出していくんだ。うん。
もし生きる意味なんかないっていう思考に陥ってしまったら、その紙を見て書いてあることを一つずつ潰していけばいい。そうやって好きなことに没頭していれば、嫌なことは忘れられるぞ。好きなことに没頭するのってすごいね。ああ、人生真面目に考えると辛いことが多いからな。老いるし、病にかかるし、死の恐怖だってあるし、愛する人と別れなきゃいけないし、給料はなかなか上がらないし。確かに苦しいこと結構多いな。でも安心しろ、没頭していれば忘れられる。なるほど。まあでも 100% 人の目を気にしないのは無理だ。仕事もあるしな。うん。でも1日のうちの 20%、30% でもいいから、人の目を気にせずに好きなことに没頭できれば、生きているのが楽しくなってくるはずだぞ。うんうんうん、うまいうまい、うんうんうん、あ、うわーりん、私好きなこと食べることだったわ。そういえばそうだったな。ほら紙見て、私たくさん食べたいものあるんだよね。日本だけじゃなくて世界にもたくさんあるの。全部食べたいの。なるほど、お前の食欲には恐怖すら覚えるよ。そんで今から老舗のそば食べに行くんだけど、一緒に行かない？そばか、うまそうだな。いいぞ。やったー、私誰かとご飯食べるのも好きなんだ。なるほどな。今日の授業は終わり。また来てね。